皆様、ようこそ女神、皆様、ようこそ女神様の祭壇へ。ああ、ブーケちゃんじゃありませんの。またお会いできてよかったですわ。どこか調子の悪いところはありませんこと？看病が必要でしたらいつでもおっしゃってくださいまし。その実は私、前回皆様にお会いした時のことをよく覚えておらず、一体何があったのでしょう。覚えていない？どういうこと？私たちが問題を報告した時、解析の途中でエラーが起きていたので、前後の履歴がリセットをされたんだと思います。なるほどです。現在 GM が調査中の件ですね。まあとにかくブーケちゃんが大丈夫そうでホッとしたよ。ネプテューヌの言う通りですわ。本当に心配しましたのよ。ご心配をおかけしたようで申し訳ないです。それじゃあ全員揃ったことだし、早速ミッションクリアしちゃおう。それでは4つの祭壇に神器を捧げてください。です。それじゃ順番に置いていきましょうか。おお、待って待って、せっかくだからさ、4つ同時にせーので置かない？いいですわね。ではこういうのはいかがかしら。姉妹同士で一つの神器を持って捧げるのですわ。あれ、それだとベールは一人になるんじゃない？あ、ネプギアは譲らないよ。ネプテューヌはネプギアちゃんと一緒で問題ありませんわ。今回の私のお相手はもちろんブーケちゃんですわ。アミア、ベール様。私は NPC ですし、プレイヤーさんのイベントに参加だなんてとんでもないです。手を添えるだけならいいでしょ。それにここまで一緒にストーリーを進めてきた仲間ではありませんの。ブーケちゃんと一緒に女神降臨を達成したいのですわ。わかりました。それでは皆様、祭壇の前へ。お姉ちゃんたち4人で置いてもらえばちょうどいいかなって思ってたけど、やっぱり一緒だと嬉しいな。ネプギアったらはしゃいじゃって、仕事以外でお姉ちゃんと一緒に何かする機会なんてあんまりなかった気がする。本当にごく稀に一緒にお菓子を作ったり、そのぐらいかしら。どうしたのユニ、ぼーっとしちゃって。もしかして緊張してる？ううん、そんなこと。新規を置くだけの簡単なお仕事だもん、どうってことないわ。お姉ちゃんが真ん中で持っててね。ワクワク。3人だとちょっと狭い。ねえねえ、まだ置いちゃダメなの？フライングはダメよ、ネプテューヌが合図するから。女神降臨という悲願の成就が姉妹初めての共同作業だなんて運命的ですわね、ブーケちゃん。こっちにならなくても大丈夫ですわ。それじゃあみんな、せーのでいくよ。せーの。ついに深海への扉が開かれました。地上と深海とが虹の橋によって結ばれたのです。このゲートの向こう側に
様のスマ、深海が広がっているです。ゲームの中の出来事とは言ってもなかなか達成感があるものね。感動に浸るのはまだ早いですわ。さ、早速女神様に会いに行きましょう。うん、みんなで深海へレッツゴー。よくぞここまでたどり着きました。選ばれし者たち、ずっとずっとあなたたちに会う日を心待ちにしていました。わあ、私だ。前にも言った気がするけど、これは私なんだよ。何を言ってるかわからないと思うけど、他のゲームではこの姿に変身するんだよ。いや、本当。今遥か太古に封じられし災いが再臨しようとしています。この世界を救うためには私たち四女神だけでなく、深海で加護を受けた選ばれし者たちの協力も不可欠。どうか力を貸してください。もちろん、元より魔王との戦いには挑むつもりよ。それにしても、変身した自分自身にそっくりなキャラクターと話すなんて、なんだか不思議な気分ね。本当にお姉ちゃんだわ。やば、なんでかしら、ちょっと泣きそうかも。今一度問います。あなたたちに世界の命運を託してもよろしいのですね。望むところよ。心置きなく任せてちょうだい。わー、お姉ちゃん、綺麗。もうこら。ねえ、ロムちゃん、今度あんな感じの羽を作って女神様ごっこしましょう。ラムもラムも、もともと女神でしょ。あなたたちの意志、確かに受け取りました。必ずやり遂げてくださると信じています。私たちは地上に降臨するとともに、あなたたちに直接加護を授け、さらなる力を与えると約束しましょう。ありがとうございます。女神様も AI で動いているということは、きちんと会話が成立するんですのよね。私、感激ですわ。これからブーケちゃんみたいにいろいろお話できたらいいですよね。魔王の力はとても強力です。ですが、ここにいる全員が一致団結すれば勝機はあります。力を合わせて魔王を倒しましょう。決戦の時は迫っています。さあ、共にアルスナルドへ。ええ、ブーケちゃんも女神様との対面を心待ちにしているはずですわ。一気にパーティーの戦力が充実したね。よーし、これだったら魔王なんか目じゃないよ。もちろんよ、女神の力見せてあげるわ。さすがお姉ちゃん同士、すっごくいいコンビになりそう。皆様、お帰りなさいです。改めまして女神様、ご尊顔を拝しまして光栄の至りです。どうかこの世界に迫る危機を払いのけていただきますよう。ブーケ、選ばれし者たちをよく導いてくれました。今後もロイヤルガイストとして地上の民を助けてください。はいです。それじゃあ、私からも改めまして、どうぞよろしくね。もう一人の私。私があなたですって？意味がよくわからないわ。当たり前だけど、ゲームの中の女神様には伝わらない設定のようね。そうみたいですね。あの、今のは気にしなくて大丈夫です、お姉ちゃん。お姉ちゃん、
ごめんなさい、見た目も声もそっくりだからつい癖で。何はともあれ無事に地上へ降りることができたわ。私たちはいつでもあなたたちのそばにいます。これからは共に戦いましょう。はい。